さん、泣いているのですか。ねえ、お母さん、叫んでいるのですか。僕はどうしたいのかわからないけど、お母さんの悲しみを寄り添ってしまうことは、ああ、冬でも太陽は太陽だったのに、お母さんが去っていく。お母さんを取り戻したかった。いつも一緒にいてくれないことはお母さん誰かの罪だと思ってたのに。お母さんはどこへ行く。お母さんに会いたいさ。きっとお母さんが一番悲しくて苦しいと。お母さんも大変だぞ。悲しくないよ、悲しくないよ、お母さんは。あなたの外にいるから大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。きっとあなたも数千億年の体、あなたもいつかお母さんに。悲しみは果実になるためにある。すべての果物はカンカンデリの太陽を悲しんで、足りない水を果実に蓄えて、だから心配にな、悲しみはいつか果実になるから、だから。悲しみをくだらないで、くだらないものだと思わないで、果物にして、あなたの